みなさん、こんにちは。ハリネズミ検証生活です。最近桜が、なんか、ちょっとのたくたのたくたやっております。なんとなくなんかね、なんだろうな、なんかちょっと。うん、<laughs> なんか、なんか、なんか、鈍い、動きが鈍い。えー、ということで、えー、まあ。 もうね、もう昨日とか疲れちゃっても、最近ね、ちょっとね、ボンミスすっごい多いんですよ。むちゃくちゃボンミスが多くて、なんかちょっとしたことでなんかミスるっていうか、で、なんかこの、さ、レシートとかもさ、レシート検証の中で、あのー、まあ、より多くの検証を絡めて、ウェブ応募と、あの、レシートを貼る応募と、えー、全く別々な、 検証であれば、それは、あの、重複にならないから、その重複にならない、ならあ、なる、ならないとかっていうのも、あの、こう、検証先の検証主っていうのかな発想代行とか、えー、その辺がですね、明らかに同じだったら、それは、あの、どちらかで取られちゃうっていう心配があるんですけれども、でも、 やっぱりあの、二つからアプローチして、やっぱ効果的に検証を応募する。検証を当たるためには、やっぱり一番は応募数なんですよね。やっぱり、なんと言っても応募の数。数でこう攻める。えー、特にツイッターなんかは、あのもう、束でダーン攻めて、まあ、百個ぐらい、バーン攻めて一個、えー、当たるかどうか。まあ、その、もう、当たる。 当たったとしても、本当になんかあの、しょぼいやつですわ。あれなんかサンプルです。サンプリングですかみたいな。私が今までツイッター検証で当たったのは、あのー、あのね、なんか、なんか3なんとかオイルとか、あとなんか <laughs>、えー、えなんとかレモンとかのキュートレモン6個とか、あと何当たったかな。あ、でも私なんかくじ9時みたいなやつで、 あの、明治の、明治の、なんすかけな、忘れてるのが申し訳ないですけど、明治のプロテインかなんかのやつで、あの、もう一発目、当たる人はね、一発目で当たるんだよ。これ、多分ね、当たりフラグが入ってるから、外れのまんまずっとやり続けて、いつ根性で当たるかっていうのは、 たぶん私の感覚からすると、一発当たるときは一発で当たって当たんない人は無ン地すごくやっても当たんないと思うんだよね。なんかもう、その、パチンコ台とか、まあパチスロ台とか、そういうやつって、もう台の設定っていうのがあるんですよね。やった人わかるかもしれないですけど、 けれどもまあ、大概の主婦の人をやってないから分かんないかもしれないですけれども、攻略がなんたら半たらとかって言ったって、台の設定が一番で、そのの設定が1から5まであって5っていう設定はほぼなくて、まあ4とか、まあ4とか3とか、まあそれが1とかだともう全然出ないけど、4とかだともうバンバン出るみたいな。それも出るのもここまでなんかこう、 コインみたいなのを飲んでから、このフラグが出てから、わー行くみたいな、そういう感じでですね。あの、やっぱその設定とかってあるので、私はそういうことで考えると、ツイッター検証なんかで、よくほら、毎日リツイートして、その場ですぐ当たるっていうのはあるじゃないですか。あれ、私当たる時って、一回目でね、当たり引くんですよ。 今回のあの水熊チャレンジも一発目で当選してるんですよ。で、何回も何回も何回もしつこく毎日やるときは当たんないんですよ。もうイロハスなんかね。イロハスじゃないな。あやたかのやつなんてね。ずーっと当たらないからもうやめちゃってますけど、もう当たる気ないみたいになってきて。 うん、だから、それってどうなんでしょうかね。そういう当たってる成功体験のある人が当たった時どうだったかっていうのを話すことって重要なんじゃないかなと。あの、無駄なことをやってる時間がもったいないですからね。ただ、けんツイッター検証は何も 投資しなくていい分、応募の数とかも結構楽にサク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 行くじゃないですか。できるけれども、まあ、100個応募しても1個当たるかどうか。うん、あの、婚活でハイスペックエリートにアラフォー様が あの、申し込みを束で入れて受けてくださ、くださらないかの確率の話にすごく似てるなと思ったことがあります。あとですね、最近なんで私はこんなに体調がよろしくないかとか疲れてるかと言いますと、緊急事態宣言が延長されましてね、神奈川県の小学生は、まあ、あの、私立とかであの、えー もう幼稚園からエスカレーターの一貫校のところなんかはオンラインですよ。100%オンラインで、だから大学生まであるんでね、あのー、その学校の規模が全然違うんですよ。そこはもうオンラインですよ。ずーっとオンライン。で、あのー、もう普通の学校は、普通のまあ、 あの、公立とかだと、大体小学校は小学校の生徒だけ。今大体ね、1学年80人ぐらいなんですね。まあ、私立でも大体90人とか、まあ、慶応とかも90人ぐらいなんですよ。それで3クラスぐらいあったとしても。で、 超有名だと2クラスとか超有名校とかだと2クラスになったりとかしてて、今本当に深刻な少子化なんで、効率でも3クラスあるっていうところがちょっと多いかなぐらいな感じで、1学年ね、90人ぐらいなんですね。うん。だから、私立とそんな大して変わらない。私立も定員がだいたい90人ってことで、100以上取るっていうのはなかなか、 うん、4クラスとかまで行くっていうのはよっぽど、うん、少子化で、やっぱもう小学生から金踏んだこりたいっていう、そういうなんか意気込み満々の、マンモス的な、えー、学校はそんな感じになってくると思うんですけど、まあ要するにな、あの、大学がそんなに魅力がない、あの、魅力的じゃない大学の付属ってあるじゃないですか。そういうところは、 まあ、そういうところでも一応私立になるので、小学校、中学校ってある程度人気があるんですよ。人気とか倍率とか、偏差値が高かったりとかするんですよ。そういうところで生徒がやって、大学がもうカラスカ状態でお金がペイできない分を、そこからなんか持っていくみたいな。とりあえずあの、そういうね、 あの歩兵っていうのかな、それを貢いでくれる人がいないと。で、が、その死率の辛いところは、毎回。 何期に一回かな。まあ、年度末とか、その、一年に一度は必ず、その、新旧する際に、おールみたいな、そういうな、寄付金の、あれがあるんで、一口40万を何口できるかみたいな、そて皆さん、何口やるんですかみたいな、なってくると思うんですけど、もう最低でも40万は言いますよね。だから、あの、全然、学費がさ、どうのこうのの前に、一年間の学費が、百100万もかかるのよ、プラスアルファ寄付金とか、 あとその、進学するたびにエスカレーターでも、進学するたびに受験料と入学金とかかるとかっていうのが、全然その辺、あの、し、知れてないよね、みたいな。例えば幼稚園から小学校に行くときも、一応、 一応受験みたいな、内心みたいな感じなんだけど、受験があって受験料を払って、で、進学する時には入学金、寄付金って一応払っていくんで、あんまメリットないんだよね。あの、小学校の時小学校入って、で、小学校から中学に上がる時に、また試験、内心の試験で受験料でしょで、あの、受かったらまた、中学の入学金。 寄付金ってこう、来るわけなんで、その辺はなんかあの、受験の雑誌とかだと、あの、書いてないから、ちょっと頑張ればサラリーマンでも大丈夫かなとかっていう勘違いを引き起こしたりとかするんだけど、サラリーマンでね、私立に子供を入れちゃったりとかすると、本当に生活がね、きつくカツカツになってね、結構大変ですよ。うん、それだったら、 治安のいい、なんていうのかな、まあ、高級住宅地とまでは行かないにしても、教育を先取りして、教育モデル校みたいなところの地区の、あの、まあ、割と、その、地価の高いところ、 に住むと、まあ、そこに住んでいるお子さんたちとご学友になるので、でそこから普通にあの学校の課であの小中と義務教育は無料なので、無料のところに行った方が、ええー、まあ、ね、まあ私立だとだいたい6年間買えば1000万とかそれ以上ですからね。あの、バザーだのなんだのとか、あとは、もう労,益労働のあの、 やらなきゃいけないこととか、いっぱいあったりとかするんで、んー、なんかね、もう一千万以上とかだよね。そんなところで、あの、まそれプラス幼稚園とか、あとはね、内心とかでこうやってずーっと行ってくると、まやっぱりさ、外心性と内心性とかだと、こう、子供たちのさ、なんかこう、差別とかさ、なんかいろいろな問題が出てくるから、やっぱり、幼稚園からドストレートで行ってる人とかの方が、なんか、オラオラ感があって、 で、小学校からの子たちがまあ普通だとしたら、中学から入ってきた人っていうのは、 ああ中学の人たちね、みたいな。それでも一応は、あの、中学合流とかね、だからそういうのもね、後々にね、どこから合流したかとかっていうのもね、結構問われてくるんで、あの、まあ、まあ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 、私立は泥臭いですわ。で、私立は中途半端にお金を持っていて、中途半端に知恵と、あと、まあなんちゅうのかな。うんで、いじめの質がちょっと非にならないくらい悪質って、 いう感じですかね。だから、なるべく、その、やっぱり子供が生まれて、引っ越しをして、どうのこうのとかで、一個だてとかっていうよりは、その、なるべく治安のいい、質のいいところに住むっていう、そういうのが問題かなと。だから、なんか教育格差をなくそうみたいな感じで、今ちょうど葛飾の、えー、葛飾区議、 会議員選挙で、えー、そういうあの教育格差をなくそうみたいな。 うんどうだろうなこちらからすると、私なんかから知ってるところからすると、なかなか、あの、葛飾区とか、足立区とかっていうと、なんかこう、東京23区なんだけど、ちょっといまいち感がね、否めないですよね。なんとなくあの、港区とかさ、あ、そっちの方が全然、千代田区とか、港区とかって言ってる方が、なんかものすごいなんかあの、 うん。いい感じがするからね。なんかそういう格差をなくそうみたいな感じの運動をしている方がいらっしゃいましたが、あのね、その、だから子供がさ、学校一日おきなのよ。な、もうそれでペースつかめないしさ、もういるときはいるわけでしょ。で、目の前でさ、これ、あの、iPad で、 オンラインで授業をやるんだけど、でもオンラインだから給食とかないわけなんですよ。で、授業によっては、なんかちょっと体育とかさ、図工とかさ、そういう授業とかだと、オンラインやらないから、実際にあの参加してる子たちは授業なんだけど、参加してない子たちはオンラインないから、ヒマピーみたいな感じになってくるとね、このも一日中で取り憑かれてる感じでね、夏休みがね、中途半端な夏休みが、 なんかこう増えてるような感じで、もうね、一人の時間はないわね。変な感じになっちゃって。もうなんか、これ子供のテレワークっていうかさ、あの、これでさ、こうだよ。旦那がさ、テレワークで家でいったらさ、こら離婚倍増だなっていうのもなんかわかるわ、マジに。あのね、すっごいクソババアがさ、 まあ、再婚したてだからよ、嬉しくて、かまってもらえないさ、あの、50代の寂しいさ、ばばあにさ、なんかあの、マウント取ってたんだか知らないけどさ、毎日夫といて幸せとかさ、え、今日ゴールデンウィークだから夫が好きで幸せとかさ、一緒に手を繋いでどっかとか、絶対ないから、そんなの、本当に。そんな表面的なさ、なんかいちいち、なんか、 休みだから幸せとか言うさ、あれなんかさ、い、あの、やらないって。んななんか普通に、あの、何てちうのかな、もうちゃんと信頼関係があれば、いちいち手とか繋がんと、<laughs> あの、別でこの人にとって、今何をしてあげた方が幸せなんだろうって考えて、それ一緒にいて、どっかに行って、 なんかそのね、ガストとかさ、シャブ用とかさ、どうでもいいさ、安い飲食することじゃないなとかって、分かってくれたもんだよね。私、こんだけ疲れてるわけだからさ、もしさ、休みでこれから、シルバーウィークみたいな、3連休とかであって、3連休休みになったよって言われたら、うん、じゃあどっか行こうとかじゃなくてさ、じゃあわり、マジ寝かしてって、うちちチビの相手しといて、みたいな、あのそんな感じですわ。 特にほら、チビとかも、もう、うちは震災以降の、まあ、野田聖子さんと同期ですからね、あの野田聖子さんのお子さんもそうだと思うけど、やっぱ子供には、 ちょっともうこう、走り回って、力を、遊びの、こうなんか、なんていうのかな、体力を、こう、ヘロヘロになって夜になると、力尽きて寝るみたいなのになってほしいから、あの、もう公園連れてって公園、あの、ど公園でさ、ちょっとフリスビーかなんかやって、こいつを疲れ果てさせといてくれ、みたいな、そういうオーダーになるわけですよ。うん。なんか、だから、あの、 本当に、なんか、一緒にいて、一緒に、それなんで、旦那と一緒にどっか行ってさ、幸せとか、その、さ、フランスはなんかすっごいさ、あの、綺麗な格好して、すげえ高いさ、高級なさ、高級カッパみたいなとこ行ってさ、食べてさ、で、夢のような、なんかの、泊まり心地のいい、ね、寝心地のいいさ、帝国ホテルみたいなところでさ、泊まってさ、 でも、ずーぶんタクシーかなんかでさ、うわーってこう、回ってなんか見るとかだったらいいけどさ、ね、ビジネスホテル、泊まって安い、生ビール飲んでさ、バスでどっか巡っても、たまんない、もん今、疲れてんだよ、みたいな。わか,かりますこの疲れてる感がね、私は言いたいんだよね。なんで俺あんなにマウント取ってるんだろう、みたいな。 あのー、もうでも子育てがちょうど若くして結婚する人って、まあ、例えば二十何歳とかで結婚して、まあ、大卒だとなかなか二十代で結婚する人ってなかなか珍しいよ。だって大卒しかもそもそも二十二とかでしょそこから大卒だったらだいたい就職するんだろうから、就職してちょっと働いてたらもう二十五、六行くからね。そこでじゃあもうその仕事全部、あの、 結婚しちゃいますかとかっていう問題になると思うから、なかなかね、せっかく大学まで出てここまで仕事を覚えてもうちょっとやりたいわって思ったら、あっという間に30代とかっていうパターンになるから、そうすると結婚、出産が遅れるわけでしょそうするとそんなさ、なんかのくだらないさ、なんかこう、暇ピぴーにはならないわけさ、う。ん うそこをさ、高卒とかさ、まあ、なんかどういうふうにしてさ、あの、あるするかわかんないよ。もう50で、ばば、あの、おばあちゃんになるそのメカニズムが全然わかんないんだよ、私には。50でおばあちゃんになっちゃうメカニズム。 あの、まあ、自分も結婚が早かった。子供も早かった。で、子供も、ま、もちろん早かったっていうのって、子供も高卒なわけでしょうち、代々全員が、あの、大卒だからさ、そんなすっごいクソばっかっく結婚する人って、うちの母親が唯一早いんだよ。もう、子様張りに早いから、あの人。<laughs> あのなんていうの貴子様張りに早いんだよ。本当にね、腰掛け終えるみたいな感じで、 あの、が、大学卒業して、本当になんかあの、銀行に、半年ぐらい腰かけて、もう結婚するみたいな、そういうパターンだったから、あの人は確かに早かった。工藤さんにすっごいなんかあの、うん、な、顔が似てるとかじゃなくても、なんかこう、アグレッシブさとかが、すごい似てる感じ。まあ、離婚とかしてないから、似てるって言ってもあれなんだけど、まあ、年齢的にも、 それで、ま、あ年齢とか、あーどうなのでも、工藤さんめっちゃ若く見えるけど、62とかなんだよね、確か。うん。見えないよね、全然。あと、植草先生も年齢不詳なんだけど、植草先生はもう、どうなんだろうね、落ち着き方がやっぱりね、あのー、 やっぱもう、ちょっと工藤さんのちょっと年上みたいな感じ65とか。でも65にしてはっちゃスタイルいいよね。でもそれは、なんか芸能人のさ、ユミ・カオルとか。 知らないんだけど、誰かっていうのは、なんかニューヨークシーンでさ、なんか、あれなんですよ、なんかの、なんかの、え、江戸、江戸時代の時代劇かなんかのニューヨークシーンで出てくる、ユミカオレとか、小柳なきルミコとか、その辺がすごいなんか、あのー、長年経ってもスタイルが変わらなくて、年齢不詳な感じなわけでしょ。でもさ、普通はさ、普通はさ、 松井和夫みたいになった方が絶対普通だって大多数があれ、あれだってって。私はなんか松井和夫のあれを見るたびに松井和夫の方が現実的だなと思うよ。あの、そ,その、工藤さんとかさ、松田聖子、工藤さん、弓、香る、小柳、弓、京、その辺のなんかずっとスタイル崩さないでおしゃれでなんとなくいいなみたいな感じのラインナップよりも で、だ、同期松井和夫とかでしょ松井和夫なんか全然なんかさ、あり、あり、ありっぽいんだけど、なんか、なんか、なんかありっぽいんだけど、なんか、うん、なんか、なんか、そう、どう、どうなんだろうね。憧れの共感を持った信者が多い、多いか、それとも、あーって思って信者になるか。しばらく私、松井和夫の、 ブログ見てたんだよね。ちょうどなんかあの YouTube 始めるくらいの YouTube ののおっかない時ぐらいの時は。今最近全然見てないんですけど。でもなんか、うん、なんか、寂しいながらも明るく、面白く、アグレッシブだなーって思ってます、えー。で、検証の話、だからもう疲れちゃってね、昨日ちょっと更新できなかったんですよ。もうどうしようどうしようと思って。で、最後の最後に、たか子にね、 この間、あの、バッグを、ハリネズミのバッグとかいただいたんで、あの、ニューデイズとかで買った、北海道の,あのお土産とか、あとなんかこっちに売ってる、なんか横浜メーカーとか、そういうのをなんかあの、送ったわけで、送,送ったわけですよ。そしたらそれが、あの、なんか、コピペで、スマホからのやつのコピペで、曲止めだったわけ。 いつまでたっても配達されない問題でそれなんかさサプライズでさちょ届けばいいなと思ってるからこっちは何も言ってないのにさなんかずっと曲止めだからなんでって思ったらなんか、うん、そもそも曲止めだったみたいなそれを配達してもらうまでのこうなんかこうこのひたもん着とかねいろいろな なんかね、ミスってんだよ。ああやって、か肉まんがさ、レシートで応募できますとかって言っときながら、私それのさ、写真とか撮らないでさ、応募する前に、ああ、今日もう出かける前に応募しいたいから、ペーとか貼って、もう出しちゃったしさ、もうなんか、ボンミスが続いたよ。ボンミスが。あとね、ちょっとね、ほんと立ち上がれなくなったのは、 楽天カード、楽天ポイントって今なんか変なさ、楽天カードマンっていうさ、変なおっさんがさ、<laughs> 今ねるーせんとかやってんじゃん。うーん、うん、楽天カードねーみたいな。東急が楽天カードなんですよ。楽天カードが使えるみたいな。でも東急カードがあるから、なんかただ打者溜まっていくんだろうなみたいな感じで、ただ出してたわけよ。いろんなところで楽天のカードが、 楽天ポイントカードってやつあれはあるたびにすごい出してたのうん。あ、溜まってるもんだなと思って出してたらて、ね、会員登録しないといつまで経ってもポイントがつかないってことが最近分かって、すっごい落ち込んだよ。何年間ぐらいやってたこの無能な活動。で、まあでも、あの、一晩寝たらよくよく考えて、 まあ、そうね、一年間に、東急だけでその100万円も多分買わないと思うんだけど、でも細、こま、こまま買ってポイント出して、まあ、100万だとしても、100円で1ポイントとかだったら、100万で1万、1万円損した気分じゃんみたいな感じで、ちょっと復活した。1万 なんいざいんそんな、もう、し,しゃあない、しゃあでも、あんだけ毎回毎回、あの、ポイントカードは、とこっちで言われて、はいってって出してた、あの、この2年間ぐらいが無駄になってるっていうのが、ちょっとなんかもう、やってらんないかな、みたいな、はよい、イエーやー、みたいな、イエいやーっていう前に書いてあったみたいなんだけどね、もう、カード自体はボロボロなのに、あれ、ゼロポイントだったよ。ほんとに。 なんすかそれみたいな。もうなんかね、なんかね、う楽天に電話して言う気にもならないまあもともと、東急、まあその、もうスーパーだったら、そのスーパーで、そのスーパーごとにカード作らされるでしょ大体。私結構素直に作っちゃうわけよ。稲毛屋は稲毛屋のカードとか、あと、洋華堂は洋華堂のカード。もう洋華堂のカードなんてね、 3枚か4枚くらい持ってるよ。なんか知んないけど。なんか、行くたびにだって変なさ、なんかもう頑張って勧誘してる人がいてさ、なんか、まあまあ、いっか、みたいな感じで。でもあれね、初年度が無料で、次の月から、あ、次の年から500円とかで、ね、取ら、地味にお金取られるんだけど、まあ500円ならない,いいや、みたいな感じで、なんかね、ヨーカドカードね、4枚くらい持ってるんだよ。なんか無駄になんか年会費払ってるだけ。 で、あとだからさ、東急カード持ってたりとか、あと一番金かかってるのはゴールドカードで年会費が2万ぐらい取られるやつとか、あんなんとか整理してたら、まあ、まずそこちゃんとしようよみたいなのが毎回でも、 あの、結構一年間で早いもんで、さーってい,い,いっちゃうんで、どうにもなりません。ただですね、クレジットカードとかまあまり年会費をケチってケチってケチって、ただのさ、ほら、イオンカードみたいな。あんじゃんイオンゴールドカードで。ただでゴールドカードなんだけど、みたいなステータスのないカードを、あんなのばっかりザラザラ持ってたとしても、なんも、本当に困った時に何も役に立たないんですよ。 なんか壊れたとか、保証とかそういうものとかも、もうほぼほぼなんかあの、使えないようなやつばっかりだったりとかするんで、で、あと一番怖いのはね、あの、無職になった時、クレジットカード作ろうと思っても、そこ作れないからね。だから、この信用実績っていうのかな、クレジットカードのクソ高い年会費を払いながらも、その、毎月毎月の、なんか2、30万の金をこう、ね、買い物をして、 こう、返してます。お金をちゃんと、こう、クレジットカードで、トラックに入ることもなく、こう、いや、ちゃんと生活してますよ、の実績が、やっぱりなんか、日々の、なんか、あの、こうな、んて言うのかな、あの、ドンとしたな、なんかを買うときに、その信用っていうのがついてくるぞ、みたいな。そういうことを何にもしてない、アラフォーのおっさんとかは、 クレジットカード一番持たない、持たないで元気主義ですってなんかやってるおっさんいるんだけど、同級生で。ね。そういう人たちは後々困るぞって。自分がそのずっとそのさ、あのなんかその信用を通るような仕事にさ、あの、つけなかったらさ、カードも作れないぜ。カード作れなかったら、あの、欲しいもの買えないぜ。みたいな。結構不便だぜ。みたいな。そんな感じかな。 うん、いるんだよ中には、うん。いるんだあれはこうでもやっぱ定職についてない人とか無職とか非正規とかそういう人たちってやっぱりカード作れないからさ特に年会費取られるようなカードとか作れないわけだから相当なんか年取った時苦労すると思うやっぱなんか銀行とかなんかいちいち行ってられんもんなんだもうだんだんなんかこう行動範囲とかもなんかこうちょっと。 うん。アグレッシブにできなくなるよね。さあ、も松井和代さんみたいに、あんだけアグレッシブに、なんかあの、何やって、何やって、ニューヨークで家買ってって、あれからどうなったんだろう、あの人。ニューヨークで家買って、ブルブルやってから、あの、この、ね、ウイルスでしょ。どうなっちゃうんだろう,う気になるわ。 あ、で、あと、また、ブログも昨日は更新してなくて、これはハガキを上げ、アップしとけますねって言って全然アップしてなくて、申し訳ございませんでした。えー、アップしとくよ。すいよ、これ、クラスワード。クラスワードのやつ。で、こういうやつって、基本的に、ハガキはダウンロードすれば大丈夫だからね。私何回も言ってるように、検証って、 感情無用なんで、これね、企業に届くわけじゃないのよ。もうこの、私が今日戦った岡山南郵便局ね。今日戦った。<laughs> 岡山南郵便局。もう四匠箱9号ってね、これ検証の発送代行会社なんですよ。今日マジで岡山南郵便局戦ったんだ、もう本当に。<laughs> ああもうほんと笑けるあれだってずっと何いつ配達されるんですかって思ったらさ極止めですからみたいな保管注意に切り替わってじゃあもうちょっと本人の住所言うから持ってってださいよって言ったらじゃ出したとこに郵便局行って手続き取ってくれとか580円払えだの何だのかんだの言うからちょっともう体調悪いんですよねって。 <laughs> なんか、いろいろ言って、差し戻していただいても構いませんけど、もし賞味期限が切れてたり、ちょっとでも破損とかあったら、保証してもらえますからね、かなんか言ったら、やってくれたんですけど、持ってきました。最初からそう言いやいいじゃんみたいな。この岡山南郵便局の、もうこういうのとかって、発送代行なんで、発送代行からするとね、あの、こんなの、このはがきで来ようが、 この早書きで来ようが、募集要項、応募要項が満たしてれば、抽選の土台に乗るわけよ。で、抽選するのはもう全部多分ね、こう、あの、こうやってピッてスキャンして、パソコンで取り込んで、で、自動で、あの、抽選で決まって、なんか、こんな、この、ちょちょっと、こんな箱に入れてさ、 ガラ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 。一個。<laughs> この方です。カラン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 なんてやってないから。だってもう検証の数がさ、もう見てりゃすごいじゃん。もう各スーパー、関東だけでもこれだけ岡山南郵便局見かけるってことはさ、も、ま、う、あ、これまた岡山東郵便局っていうのも出るの。ほこれも岡山南郵便局だもの もうこんなのさ、どう考えたって、これ、たださ、もうこのキャンペーンごとに仕分けするのは人間かもしれないけど、あの、これ、ピッってやって、ピッってやってさ、あの、まあ、用、要項確認、確認するも人間かな、要項、この募集要項の定義がきちんとなってるやつをピッってやって、で,でも自動で抽選、選出して、ラベルまでピーって出して、あの、 南郵便局は、宅急便かな宅急便かなんか使ってる。宅急便かさがか、なんかその、配送会社がさ、あの、もう決まってて、その配送会社にその伝票が、こう、ビーってした、印字されたやつでしょあの手書きで来ないでしょだかそれが、であの、来て、 もう発想ですよ。どん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 締め切りが来たらどん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 。それで、あの、こういうのの、あんまり月末、全部月末だったら、もうこの事務局も大変だから、あの、何ていうか、中途半端な締め切り日も、たまにあったりとかするんだよ。な、もう、ここら辺さ、もう有名じゃん。この小松島郵便局とかさ、あの <laughs>、あと、この、まあ、赤坂郵便局がちょっと、 あれかなみ、見てないけど。見たことないけど。でも、あの、この、伊藤、伊藤ヨカのやつとか、石神郵便局の支所箱とか、うん、こんな感じじゃないですか。だから検証なんてね、あんな、な、はがきを売ってる、あの、はがきなんてね、買う必要ないんです。あの当たるときは、あの、完成はがきで書いて、レシート貼って、それで当たりますから。なんか、ただ気持ちの問題と、なんかこう、 ご縁の問題だよね。私はなんかあの、もう最近、あの、この検証見つけたとかって言ったら、そブログにあげようみたいな感じで思ってるんだけど、結構もう、もう、みんなもう、だ、そういうケーマーの方で、まあその、なんていうのかな、検証を置いていったりとかするさ、その営業の方の順路の関係で、どうにも先に見る人と後に見る人と たりとかするわけでしょもう十分他の人がさ、この検証ありますよってやってるのに、私が今更さ、初めて見たみたいな感じでやってもさ、意味ないなーと思って、うん。なので、まず、まあ、その、その検証とたまたま出会うっていうのも縁で、まあ、そういうなんか、縁起物ですよね。縁があって、運があって、当選してみたいな、そんな感じなんで、 もうね、株もそうですけど、もう気合いと、今度、まあ、か、でも株はさ、気合いだけではさ、追いかけられないからね、全銘柄持てばいいじゃんとか言われることあるんだけど、そんなの過去に決まってんの三3000銘柄ぐらいあって、あまあ株主優待があるとしたら1000銘柄ぐらいでしょそれ全部買えって言ったってさ、買えねえよ <laughs> それその、あの、株価とかいろんなこと、タイミングとかも、 あの、考えたりとかするんだけど、全、全部買えばいいじゃんって、全部、あの、全制覇かなんかで目立ったら、みたいなこと言われたりとかするけど、それ不可能なんですね。で、検証も、全検証応募せえ言うても、こう不可能なんですよ、もう。ある、ある程度なんかこう、まあ、なんていうのかな、こんまりさん的に言うと、こう,こうやって見て、ときめく。ときめかな。 ときめかない。みたいな。私、だってこれ見ても全然ときめかないんだもん。でも、なんかこんな感じの、なんかデザインで、日の出本みりん、あ、日,ど、ね、日の出みりんの時は、なんかときめいたんだよ。なんか今回だけね。いつもはそんなときめかないのに、ときめいて、あ、応募しようと思って応募したんですよ。そしたらやっぱ当たったんですよ。そういうもんなんですよ。で、なんかもう、伊藤園とかも、もう、あ、やろう これは思ったわけよ。これ、これね。これもね、あの、19日なんで、結構こう、もう、忙しいんですけど。うん。あと、だから、その、自分のタイミングとか買おうかなと思うものが対象商品だったから、とかさ、う、こんな、こんなんとかもさ、ボスジャン当たるとかこれはさ、恥ずかしいぜ。いや、でもこれよりもさ、あの、ハトジャンの方が恥ずかしいけど、あれ、どこ行ったよ、あれ。ハトジャン恥ずかしいけど、これ全、全部、 前方にさ、前方にわかるこれ、伊藤洋華堂の前が書いてあるんだぜ。これだサントリーの仕出しをしてる洋華堂のスタッフみたいにしか見えないじゃん、これ。これもなんか応募がえ9月2 0日らちょっと、あれなんですか。でも全部、洋華堂は小松島郵便局なんだよ、なんか。あ、でもこの生茶箱は、あの、な、生茶箱じゃない伊藤園のやつ。 先生っか、夢の、夢の夢、夢茶箱夢茶箱は、石神郵便局。これ、なんか郵便局とか見てても面白いですよ。この、稲毛が慌た、これもね、あのー、ちょっとツッコミどころ満載なんだこれ。これね、ジャムさ、あのー、188円ぐらいで売ってるわけですよ、ジャムね。で、ジャムって結構、賞味期限、結構長いわけですよ。それなのに、これね、 1 0 200円ぐらいで1枚1 0 200円で、ハガキ付きとか言って売ってるやつがいるんだよ。1枚でい、1ポイントでね。それね、高いから絶対買ったらダメだよ、そんなの。うん、だ、こ、このケーキね、かなり、あの、友達で K マンがいるわけでしょ。すげえ応募して、も全然当たんなかったって言ってるぐらいで、 じゃあ、じゃあ、なんでお前が2個当たってんだよって思ったする運がいいだけだから。本当に。じゃあ、どうやって当てたのってって、ここにさ、ね、ここに、青旗に対する情熱を書けばいいとかさ、それなんかうさくさいこと言うやつとかさ、いるじゃん、なんか。その時に、うぶした時のコメント紹介とか。じゃあ、それ当たった時のコメントをさ、お前もう一回書いて、それなんかに役に立つとかですね。 思うんだよね。だってさ、そんなのさ、こんな、こんな四隅にさ、何も書きようがないしさ、だいたいその時に当たったさ、コメントなんてさ、見たってさ、使ったってさ、そんなの、もう一回使ってるのなんかさ、全然意味ないじゃん。そんなことよりも、あの、結構ツイッターとかで、ツイッター検証ですげえ一生懸命やってる人っていうのは、リ,リツイートした後、 あのー、まあ、ファボって、リプしてで、コメントみたいなの書いてるよね、こっちの一番端のこっちのところに。そのね、コメントのところを見ると、うわ、こいつすーげえゴマ吸ってんなー、みたいなこと書いてるのね、結構見かけるよ。ああいうことを書くんですかああいうことを書けば当たるんですかって思う。 覚えます私逆になんか、あのそんななんかもベタ褒めしてるさ、なんかの、なんいろんなことが書いてあるから、まあ面白いから、あの、こ,こっちの、その応募のやつでねな、なんか都市伝説で、その、ファボーリプーで、ここにプラスアルファ、なんかその意見みたいな、意見みたいな感想みたいなのも、 コメントも書くと挑戦率がアップするとかっていうことが言われてるので、すげえ気合い入れてるケーマーの人っていうのはそこでなんかコメントみたいなの書いてるんだけど、人間歯の浮くようなことばっかりしか書いてなくてさ、いやー、それが、マジに抽選のあれになるんですかみたいな。その、事務局の人がさ、それ見てベタ褒めしてくれる人なら気分がいいからとかって、 感情無用だからさ、基本的に、うん。でもなんか、とりあえず、あの <laughs>、それをやった方がツイッター検証は当たりやすいとか言われてるけど、でもさ、そのなんか、当選がさ、10名とか書いてあってさ、結構、結構だ、ね、でも,も、もちろん、リプはさ、1万とかさ、それなんかもらえるやつだけさ、異常にさ、リプされてんじゃん。ばーっとさ。 ななんか何ですかこれって、なんか見るとびっくりするもん。で、なんかあの、また腹黒いやつはそのコメントも書いてるみたいなのに感じで私は見るわけですよ。で、その担当の人がどう思ってるかなんてわかんないじゃん。あれで確実に当たるんだったらみんなあれは真似した方がいいです。言えるけど、 私はなんな歯の浮くようななんたかな。まあでもね、あのー、いいこと書いてる人もいるよ。すごいなんかの見てて、歯の浮くようなことばっか書いてるやつもいれば、なんか、うーんなるほどねって思うような、あれもある。ただ、あれをなんかこう、ごま、ごますり活動をやってると、そう、応募の、その、数は打てなくなるけど、 まあその質で攻めてるのかな <laughs> よくわかって。真実が知りたい検証のどうなんですかねどうなんですかねあのツイッター検証で当たってる方がいたら私はツイッターの上位よみたいな。それもね、単純に私はさ、フォロワーの数だと思うよ。フォロワーの質と数。それはもう企業だったら、そのなんか、あのー、 なんか、そう、そういうの解析できるんで、だから下手にさ、あの、フォロワーの数を買ったりとか、そういうので増やしたりとか、不自然な、あの、フォロワーとか、そういうのとかをなんか見極めるソフトになるものがですね、今、あるんですよ。だから、影響力あるなっていう人でも、それがアクティブな、えー、自分たちの購買層に響くような、 えー、数を持っているかどうかっていうのを、大企業なんか特にそういうのを精査できるあれがあるので、仕組みがあるので、いかに日々自分の、その、なんていうのかな、アカウントを育てるか。 なんかこう、まあ心に響くさ、自分の同世代のさ、人たちに響くような投稿とかさ、何かとかしたりとかした影響力のあるアカウントを作る方が、ごますり作戦よりも私はいいんじゃないかなと。まあそういうのもですね、ギブの精神といって、日頃自分が、こうなんか、あ、ちょっとこれ言いたくないなって、これは私だけの特権 なんかこう、技なんだよなとかっていうのを、惜しげなく投稿してる人っていうのは、そう、ファンがつくわけじゃないですか。例えば私はこうして当たりましたよとかっていうのをさ、なんかあの、ただ当たってるものの自慢とかだけするよりも、あの、な、なん、なんていうのかな、こう、いや、とかコメントを公開しますとかじゃなくて、なんかもっとなんか確信に迫る、 だ自分が行ったスーパーとかさ、な、な、な、何を書けばっていうのは私は思いつかないけど、あのー、なんかこう、その人に役に立つ何かだよ。何か。あ、これ見ててもあんじゃん。記事とかさ、ブログとかでもさ、見てさ、あ、すっげえこの人役立った。あ、もう一回見たいって言ったら登録とかするじゃんか。そういうことをですね、書いて、あの、心からのファンを増やしていけば、その数を、 あの、企業は評価し、まあ、拡散力がある人を当選させた方がいいっていう、そういうことの、あの、悲劇っていうのはすると思うんでね。ただ、もうなんかあの、自動抽選みたいなやつとかはもう自動なんで、もう何秒にあ1回とかさ、もうそれも、今は、今の時代は、ちょっと昔はね、もう本当に1時間に何本って決まってたら、その時間の始めの、あの、0.0何秒とかそういう、 タイミングで、あのー、押した方がとかそういうのはあったけど今は本当にランダムになっちゃってるんでこうねうん何だろうかそれをあの当選をこうっていうさ断言ができなくなっちゃってるのはだから公平な公正なっていう感じになってるから、うん、うまく言えないですけどねうん。ただ条件を ある程度、こう、厳選するってことはあるんで、ただ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 ひたすら検証、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 について、について、について、しまくってたらちょっと当たんないんじゃないかな、とは思っております。で、とともに私は今ちょっとあの、その、ツイッター、Twitter、かなんかでさ、変な、変なやつ、変なウイルスなのかよくわかんないですけど、 なんか、LINE に登録したら10万もらったとかね、あとなんかさ、世界最強のエッチができたとかさ、ウェテシーの性癖がねちらはんちらとかなんかよくわかんないツイッターが勝手に流れんのよ。あれがもうどうにもこうにも駆除できなくて、ちょっと耐えてる。うん。あの、ツイッターの中身とかも内容とかも、もうこれ私やってるなとかやってないなっていうのも、分かってくださいね。 もうなんかもうそれにいいねしてるやつはもうブロ,ブロックするから、ブロックっていうかそ,そのなんかほらあんじゃんって、あのなんか LINE、<laughs> で登録しただけで10万もらったところにいいねかなんかするやつは6年私の見てないわけでしょもうもうちょっとマジ弾くわそんな。 だって、そこにいいねとかあったらさ、他の人が見てさ、本当に、あ、よかったのって言って引っかかっちゃうかもしれないです。やだよ、そのサグニの片棒活動みたいなん。ただ、私だけがそうなのかなと思ったら、ちょいちょいなんかあの、YouTube やってる、YouTube やってて、Twitter 使ってる人の中で、ちょいちょいなんかね、あの、同じやつが、あの、勝手に、 投稿されてるのが参見されたのでああ私だけじゃないんだちょっと思った。であれですけど。うん なんか、まあ、投稿はよく見ましょう。最近は特に、あのー、誹謗中傷だろうが何だろうがも、えー、リ,リプしただけでも、その人を罪にするとかなんとか、いい、いろいろうるさくなってきたんでね、こう自動的に、こう、まあまあまあわなんでもかんでも、あの、いいねをしとこう、しと,しとこうみたいなのやってると、変な火の粉に巻き込まれたりとかするから、その辺はちょっと注意していきましょう。で、私もそろそろ、この、 青旗とかさ、青旗もさ <coughs>、いろいろ、キューピーとかもさ、マックスバリュー倒壊とかさ、そういうところからも入手してるんだけど、全くやってないんだよね。もう、あの、バーコードをさ、あの、この、発掘するの、活動すらなんかこう、やっぱりなんかこう、子供が半分ハーフで家にいると、全然集中できない。 本当に、あと帰ってくる時間もね、なんかこう <coughs> <coughs>、イレギュラーになったりとかするんで、早かったりするんで、全然集中できない。それ、プラスアルファ送り迎えなんで <coughs> <coughs>、本当にストレス。だ、こういう状況で <coughs>、家にこもれっていうのは、酷だよ。まあ。 一番最初の3ヶ月ぐらいこもれって言われた時からすると徐々にマシにはなってきてますけど <laughs> なんか、なんか喉に胃がついてなんかちょっとあの、うん、なんか胃がついてきてすいません。はい、濃くですけど皆さんちょっとマジに頑張っていきましょう。ということで、えー、更新とかですね モチベーションとかなんかこう、ちょっとだだ下がり気味ですけど、だだ下がりでも、こう、なんとかこう、気持ちをこう、盛り上げていかねばならならぬ何かしらこう、まあ、すごい嫌なこともあったりとかしても、とりあえず一晩寝て忘れて、あの、まあ、こうだよね、みたいな感じで考えて、あの、忘れて、人間がね、一番いいことっていうのは、嫌なことが、 あったとしても、ある程度日数が経つと、記憶が忘れていくっていうのがね、あるんでね。まあ、忘れられない嫌なことっていうのもありますけれども、でも、まあ、あのー、いい感じでこう、忘れて記憶が薄められていったりとかするんで、そのうちなんか嫌なことが、あの、身の、なんていうのかな、この、肥やしになったりとかもするんで、うん、体重は増えたくないですけどね。っていう、 感じでございます。今日も無理くそ。あのー、このまんま、今日も休みとかやったらもう、そのまんま更新するのも嫌になっちゃうのかな、みたいな危機になりそうなので、あんまね、あの買い物行ったりとかして、旬なネタは何も持ってないんですよ、今。あのー、こもってさ、うん、こもってこう、バーコード系をちょっと、攻めていこうかなと。特にあのー、 なんか、連休、連休とかってなってる時とかって、まあ人混みにはならないと思うけどね。みんな、まだ一応緊急事態宣言なんで、うーん、人混みにはならないにしても、まあ、まあでも、息抜きぐらいはするけど、こ,これくらい、なんか、あんまり出かけない人に対してさ、たまにどっか出たくらいで、いちいち突っかかってこられても困るんだよな、みたいな。 まあ、そういう感じでございます。なんか、こう、家で、こう、もうそろそろ秋なんで、掃除がてら、ちょっと段ボール片付けたり、こう、バーコードを仕分けしたりとか、まあそういうのでちょっと過ごしていこうかなと。で、今週は、 なんか前半にちょろちょろっと毎日月曜日から当たってたんだけど、えー、昨日、今日、木、金と何も届いてないので、土曜日に期待したいと思いますということで、ご視聴ありがとうございました